まるごと必勝チャンネル司会の平田里奈です。今週は柏木さん、丹下さんと3人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。今週は日曜日に中山で行われるサツキショートライアルスプリングステークスを中心にお届けします。まずはメンバーご覧いただきましょう。柏木さん、今年のスプリングステークスのメンバーいかがでしょうか。今年は例年以上に前哨戦というか弥生賞とか共同通信杯とかなんかずっとショート数の競馬続いてきたんですけど、ここは一応頭数揃った、それが特徴を示していると思います。まあ、実績的にはね、朝日杯2、4、6着、はい、出て出走してきます、うん、大体これが主軸になるかなと思うんですけど、どうもそれが影が見えない、みんな本当に本命するんだろうか、悩みどころありますよね、はい、スプリングステークスきっとね、勝ちたい人たちは集まってると思うんですよ、柏木さんがおっしゃるように、そこだよね、でスプリングステークスを勝ちたいということは殺処に出たいわけでしょ、本当はダービー勝ちたいんでしょ、そしたらスプリングステークスなんか使いたくないでしょ、だってなぜ1008で使うの、距離は近いです、ね、いやだから本当にね、いやそれはあくまで総じての話だけど、はい、私たちがスプリングステークス検討するのは皐月賞に出たい、皐月賞を何とかしたい、というその可能性というか危険がある。なぜかっていうと、ダーフィーにやってる人、弥生賞もスプリングステークスもだって出てこないじゃないですか、そう。だからそこが難しいところ、ありがとうございます。それではこのコーナーから行ってみましょう。スプリングステークスをポイントで解説、お二人にスプリングステークスを予想する上でのポイントを伺っていきます。まずは柏木さんから、今回はどこがポイントになりそうですか。見どころと組み合わせ、メンバーの質と、もう一人一致してしまうんですけど、皐月賞で好勝負できそうな馬を狙えというのが最大のテーマで、ダービー考えてそうな人は多分ここにはいないと思うんだよね。だから中山の1008とか 2000m ベスト距離適正とかコース適正、そこだと思います。皐月賞をゴールにポイントを置くと、どんなところがさらにポイントになりますか。いや、距離適正だと思います。あとコース適正、では続けて丹下さんのポイントもお願いします。あ、よかった、柏木さんにそう言ってもらえて、ポイントの指摘ね、はい、どうやら本当に最近というか、違ってきてるかな、スプリングステークスの性質がね、今年は68回目、過去67回できっとね、後から探ればデータがあると思うんですけど、一勝馬はダメだよ、 1600m しか勝ち取らない馬はダメだよ、逆にキャリア6000以上の馬はダメだよっていういろんなデータあるんですけど、アナネライもダメだって書いてあるんだけど、いや、今年は全部破壊する印を、打ってみようかな、ちょっとホームラン狙いに行こうかなと思ってます、いや僕もそれ賛同したい。これならスプリングステークスはなんとかなる、皐月賞でも狙える。でもっと端的に言うと、スプリングステークスで狙った馬はさっき言ったじゃないですか、皐月賞には結びつく、だけどダービーには結びつかない危険があるよっていうことだ。では次のコーナーに行ってみましょう。スプリングステークスの出走前場をお二人に金銀銅の札で評価していただきます。3着までに優先出走権が与えられる皐月賞トライアル、それでは行きましょう。ファンタジスト、人気になりそうですけど、成績から朝日杯で4着だと、だいたいこのメンバーだったらこうランキングというかレーティングでも総覇権だと思うんですが、タキシスで人気になるけど3着ぐらいでいいかなという、皐月賞で買うかダービーで買うかあったら私は買いません、クリノガウディ、そこそこ人気ないですか。
ちょっと引っかかったりするんですよね、それがこうキャリアナスタートースポハイ、7着になったんですけど、で朝早いフューチャリスステークスでそれが一気に治るかなと思ったら、あの2着は、内容のある2着だったかなと思います。確かに前回は戦力でアドム・ヤマーズに負けたかもしれないけど、でも多分このまま戦力ベストじゃないよ ね、だから可能性あると思います。前走2着を一腹伸ばす形で阪神の戦力をね、駆け合ってきたので、中山市原スプリングステークス向きですかね。俺も、中山を経験したい、でそれもプラスに考えてあげたい、ユニコーンライオン、お父さんはね、なかなか日本ではこうまだサンクレーってのは少ないですけどね、面白い馬なんですよ。海外のスピード系芝 1200m 走るような海外のゲットっていうのはよく、持ち込んできたもんだなと思って、西野勝成、本命と爆弾、意外とこの馬好きだなと思っちゃって、まず馬体もいいですね。デビュー戦あの中山の急座が11秒4、2ハロンだけなんだけど、それを一気に突っ込んできて、なんだこの馬と思って、抜け出してからのフットワークにね、なんつかのこうムードがあってあ、こいつひょっとしたらただのものじゃなくなる可能性があるなという、抽選を組み抜けて出走できたんでね、どういう馬券でもいいけど、私はこれは買いの勧めだと思います。ゲバラ、柏木さんがどう上がりました？前回の競馬見てて、おそらく中山の1008は全然合わないと思います。おキャリアもまだ2000ですし、でも一応あの目をかけておきたいという趣旨です。3着目のあるだろう、コスモカレンドラ、真面目なとても自分の力通り、時計通り、本当に数字通り走る馬です。相手がどんどん来れば来るほど勝ち切るのは難しいものになってくるかなと思います。リーガルメイン、はい、勝とうとしなくて外を回してきたら怖いと思うんです。ハビンジャー、インコースとか狙ったらそういう器用なはしないけど、大味な競馬で3着ぐらいはありそうな気がします。ヘシーグアス、いかがでしょう？どうですか？先々はという魅力があったんだけど、なんか前回の勝ち方を見てるとちょっとじりじゃなかった、今の中山それの馬場状態合うと思うんですけどね、金銀いけないんだよね、何かこうじりじりっとしてる、これはやっぱり重賞ではもうワンステップアップが必要になってくるかもしれない。エメラルファイト、丹下さんキャリアこれ、もう5000、今回6000目頑張って走ってますね、でも意外とその内容というかね、新馬戦は東京のマイルで勝ちました、これは美しいですよ、いろんなキャリア積んだので、うまくいったな。その流れをね今回経験値をやっぱ生かして、レースに歴史ナイト、丹下さん、前走オープン特別勝ちましたけど、1400m からさすがにね、1800m っていうのはねちょっとこうレース形態が違いすぎるぞとは思うんです。データ的にはありえないよね、1400から1800m ってのは、馬が本当に今一番よく仕上がってる、仕上がり論なら歴史ないと、仕上がりは良いと。リバーシブルレーン、730km 台でね、2走を続けてきたんでね、もう一回膨らまして、様子を見ようというのなんで、タガノリアマンテ、二人とも上がりました。東京の芝 1800m 未勝利勝ったんですけど、その時こうパドック見てて、あ、オルフェーブルよく似てるな、オルフェーブル、スプリングステークスを境に、とんでもなく強くなったんでね、そういうふうに思って一票ぜひ、そうだね、決め打ちに出たら怖いと思います、そのお父さんの一番いいところを受け継いでれば、その成功法でこういうから抜け出すとかじゃなくて、あれそうかこれ才能あったんだなという競馬をしてくれる可能性はある、
シークレットラン。渋々タンゲさん。いや渋々じゃない。渋々じゃない。能力は二走前のハボタン賞1分59秒6のレコード。うんうん、これはね本当に大事にしてあげないといけないと思います。うんうん、だけどそのレコードで走った反動っていうわけじゃないんですけど、前走の京成杯はね、うん、どうですかね。まあそうだね。勝とうとして忙しちゃうと。やっぱどっかでまた無理が来るし、うん、なかなか結構難しいレースだったと思うんですよね。うん、狙いは皐月賞なんで、うん、ここで目いっぱい距離も 1800m 縮まるんでね、うん、それはあんまりいいことじゃない。空手。いやはい2着中山の1800は合うイメージあるけどね。はい、うん、ロジャーバローズ。柏木さんここで本命です。先行して抜け出そうという競馬を3回連続してきたんで、うんうん、そういう競馬しそうな気がするんですよね。うんうん、そういう風になってくれるかなっていうのは保証の限りじゃないんで、うん、これは凡走しないかなという意味です。うんうん、で前回の内容よりはるかに良くなると思います。うん、もう10キロ増えちゃってもいいかな。うん、10キロずつ増えて、同じラップをたどって成長してるんでね。うん、ここでみんな思う以上な大化けもあるかもしれない可能性としてね。フィデリオグリーン上がらない。久保木さん中西さんの予想も加えた皆さんの金銀堂はこちらです。では今週の馬券の買い方教えてください。最近弱気なんで馬連で、うん、で馬連とは三連単をセットにしますけど、うん、はい、別に頭ではしない馬券も買いたい。うん、なんとか絞ってね、うん、メンバーは絞ってあとは、うん、2着でも3着も当たりそうな、うんうん、ボックスはしないけどボックスはしない、ね、はい、馬連主力。はい、では丹下さんもお願いします。はい、私は、うん、金を打った馬の単勝勝負ことです。先週はちょっとあんまり自信なかったです。うん、馬券もそういう風にしようかな。でも今週は、金を打った馬はまずは単勝を買おうとずっと思ったんで、うん、はい、はいはい、そして今週の私のスプリングステークスの注目馬こちらです。ポイントでも柏木さんおっしゃってましたけど、中山の1800、2000の中長距離ぐらいの適正の馬、うん、まあ、若いですけど経験があって勝ち切ってるっていう馬たちをが並んでますね。うんうん、これよくできてるね。うん、上位その3頭ね、うん、全部中山コースに単純に勝ちかも。単純なんですけどね。いやいやいや、それがね、うん、みんな後からああそうだよな、平田さんの言う通りだったって、恥ずかしくなるような、いい結果かもしれないし、三連複じゃなくてなんか生まれんでも、うん、ワイドでも意外とつける ね、うん、ね、いや、そこまで今のところ人気はなさそうなので、皆さんの馬券検討の参考にしてください。では今週の一押しの馬を丹下さん柏木さんに挙げていただきます。まずは丹下さんからはいお願いします。今週は、重賞が他にいい、ね、スプリングステークス以外にフラワーカップファルコンステークス阪神大賞典ありますけどね、うん、もう一押しは、はい、フラワーカップ、うんうん、コンドラチェック、はい、前走が、ね、500万条件だったんでね、そのまま桜花賞にすんなりとはいかなかったんですけど、うん、まあ、中山は前走で、もう坂を経験しました。内容1分33秒8、もう桁違いだね、スピード能力、うんうん、で、相手のエールボアという馬もね、アルテミスステークス2走前3着に参りました。うん、この3着はやっぱりあこれはちょっと中距離馬だなということは、もう桜花賞は出ませんよ、オークスに行きますよ、そのためにはフラワーカップをステップしますよっていうのをもう明確にしてある程度ね、うん、路線組んできてるので、うん、この2頭、3連複3連単軸というかね、うん、柏木さんはフラワーカップおすすめの馬いますか？もちろんフラワーカップコントラチェック最有力なんですけど、うんうん、はい、気持ち時計かかる馬場だとその丹下さんが2番手にしたエールボアも、うん、
いい勝負かなと思います、うん、どっちかは少なくとも軸だねでは柏木さんの今週の一押しの馬教えてください。はい、はい、難しそうな人気のありそうなファルコンステックス、はい、関東馬のバッシュモン。バッシュモン戦力の内容実はゴール前危なかったんですけどね、うん、あのきつい競馬の戦力経験したの強みが生きると思います、うん、で中京まだ2週目ですけど最初からのインも外もみんな同じような馬場状態で有利不利なかったんですけど多分させる足のあるのが有利だと思います、うん、そういう意味でバッシュモンから入ります、うん、もう1400メートルに短縮すれば、まあ、コバとなったらいずれは1200メートルのなんか、ね、スピード系になると思うんですけどもう1400チョイスっていうのは、うん、このステークスっていうのはねもう狙ったローテーションというか、と思います。バッシュモンを一発任すとするとグルービットっていうのがね、労働家ならばお母さんスペシャルグルーブ、うん、ヒンティアエグルーブ一族なんですよね、うん、この血統を見て、うん、この配合を見てもうハマればびっくりするような大垣があるような気がしてます、うんうん、今週の一押しの馬柏木さんのおすすめはバッシュモン、丹下さんはコンタナチェックと上がりました。そして日曜日に阪神で阪神大賞典も行われますがこちらもそれぞれ注目を教えていただけますか。シャケトラ君やっぱり負けないでくださいねっていう思いあります、うん、本当に AJCC 復活してくれて、うん、よかったです、うん、反動が怖いかなと思ったんですけど状況待ってます。まあ、3000メートルはねよくはないだろうけど、うん、でも G1 の素養を持ってるのもあるんでね、うん、負けないでほしいな、うん、安全策で言えば、リッジマンですね、うん、ステイアーステークス完勝しました、うん、安全策取っちゃでもいけないな。シャゲトラ勝ってほしいな、うん、シャゲトラってあの丹下さんが最初に言ったようにあこいつ強くなるなと思っていつの間にか6歳だけど、うん、まだ計算してないけど11人戦しかしてないんだよ、うんうん、だから全然これからのまで、うん、だから反動がある危険もあるけど上昇度で大きく上回ると思います、うんうん、柏木さんもシャケトラ、うん買いたいということですね、うん、お二人に阪神大賞典の注目馬も挙げていただきました。さてもう今週は重賞もりもりでちょっと忙しいですけどやっぱ楽しいですね。春になると重賞じゃないんですけどね、うん、若葉ステークスにね、うん、ベロックスかスプリングステークス使おうと思えば来れるんですけど、うん、でも、やっぱちょっとこう体質がまだ弱い馬なんでね、うんうん若葉ステークスから皐月賞ってのはありますしね関西馬なんで、うんそこでロスしないように、ちょっとこう勝っといて、うん、息を入れてってのはあるし、うん、相手はねミッキーブラックというあのブラックタイド3区の馬いますけどね、うんずっと引っかかって、負けちゃったんですけど中間シーウッド調教コースを切り替えてきたんでクラシックになるとやっぱ皐月賞ダービーを目指そうという馬はね販路からこうコース追いとか変えてくるときあるんですよね。それがうまくいけばあとはワールドプレミア、うん、内回りコース忙しそうですけどねやっぱこれも中山4コーナー4つ回るためにはこの若葉ステークスでこう、ね横演習みたいな、うんうん、ある程度の、ね、着地が必要かなと思います。最近雨で週末ぐずぐずの馬場になってましたけど、うん、今週末は晴れそうなので馬券も気持ちよく買えそうです、はい、はい。それではまるごと必勝チャンネルまた来週お会いしましょう。